スノーマン主演映画おそ松さんテレビ初登場。いつも私の拙い動画をご覧いただき心より感謝します。歌舞伎に関わる方、ジャニーズ関係者、團十郎さんご一家を中心に配信してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。今日はオリコンニュースさんのニュースをピックアップしてご紹介させていただきたいと思います。スノーマン主演映画おそ松さんテレビ初登場。日本映画専門チャンネルは5月から3ヶ月かけて今日も明日も時短と過ごしたいと題したジャニーズ事務所所属タレントが出演した映画を特集するスノーマン主演の映画おそ松さんをテレビ初放送するほか、ラインナップいろいろあってあります。時短とは自分の担当の意で自分が最も応援するメンバーのこと。今回の特集ではジャニーズ関係者の作品を特集する。11日の午後9時40分から放送される映画おそ松さんは社会現象となったテレビアニメおそ松くんの実写版、観客動員数110万人突破の大ヒットとなった向井康二、岩本光、目黒蓮、深澤達也、佐久間大介、ラウルが松野家の6兄弟を演じ、渡辺翔太、阿部翔平、宮崎亮太が映画オリジナルのキャラクターを演じる。非常に楽しみですね。映画おそ松さん。